これまでのリベレーションズ2はフレアレッドフィールド投稿してもらおう。テラセーブの施設、すべての苦しみ、その恐怖は始まったばかり。あなたは誰？私はオーバーシオ。お願い、助けて。今行くぞ、オイラ。頼む、無事でいてくれ。パパとママはいない。そこにも何かいる。どうしてわかる？こんなやつ報告になかったぞ。娘の名前はオイラ。ああオイラは死んだ。何？やべえって。キジジュに比べたらまだマシだ。先に行ってくれ。後で落ち合おう。ゲーム構うなって。行け、死ねんじゃねえぞ、逃げる。おいペドロ、見ろ。ここなのか、ボセクとかいうのは。ああ、腕輪の女が言ってたところだ。エドワードのか。ああ、俺はこいつを調べる。やべえよゲーム。ゲーブ？来るや。生きてたのか。ほら、立って。まったくもう、脅かすなよ。入って。新人も無事か。お前らだってのは分かってたけどな。何かリクエストある？気がついたら森の中だったんだ。そっちは？廃墟の収容所。それと、ジーナが殺されたの。ジーナが…くそ、こっちはエドワードだ。ああ、でもあいつの腕輪を持ってきた。これで手がかりを見つけてやる。なんでこんな…最悪。やれることをやるしかないわ。まずはここを調べましょう。ようこそ絶望の恐怖へ。オーバーシア、どうするつもり？これから行うのは劣等なものを奮い落とす実験。実験に使うウイルスは被験者であるあなたたち一人一人にすでに投与させてもらったわ。ウイルスを投与だと？死は我々の目の前にある。また会いましょう、グ
レーゴル。グレーゴル、カフカの変身の主人公か。ウイルスを投与したと言ってたわ。嘘だ。みんな感染してるわけ？とりあえず忘れろ。フレア、一緒に来てくれ。早く。行こう、あっちだ。ニールも無事だといいが。ニール？彼も一緒だったの？ああ、ここに来る途中ではぐれたんだ。これ使えるの？修理すればな。だが電圧が落ちてる。カイロバッテリーと燃料がいるな。ああ、それをこのさびれた村で探すわけね。そういうこと。探しに行きましょう。ここも安全じゃないわ。
家だけ明かりがついてる。お願い。